こんにちは、モーリーチャンネルです。今日は外でいろいろやってるんで、ついでにローストビーフの方を作ってみようと思います。ちょっと暑さのうちに下ごしらえをしてあるんで、商品だけ紹介していきます。じゃあ今回使うのはブロックのお肉の方と、こういったローストビーフの元があるんで、これを使いました。で、下地用の粉があるんで、それはもう朝のうちにお肉の方につけています。お肉の方はこういう形で安いブロック肉の方を買ってから使っています。で、下味をつけた後に常温に戻した後に焼く方がおすすめみたいです。そうしないと中まで火が通らなくて赤いまんまになるみたいです。じゃあまずお肉の方を焼いて、表面の方をきれいに焼いていきます。おいしそう。ほら、で、焼いてるうちにアルミホイルの方を用意しといて、焼けたお肉をアルミホイルに包んで30分から1時間ほど余熱でゆっくり火を通していきます。火が通ったお肉は冷蔵庫で冷やして、それから切り分ける方がいいみたいです。焼いてからまた冷やすの？うん、そうしないと肉汁が出ちゃうんだよ。切りにくいし、あったかいまんまでも美味しいけどね。じゃあこれくらいになったんで、もうこれだけでもなんか美味しそうですけど。じゃあお肉の方はアルミホイルに包んで余熱で冷やしていきます。ゆっくり。どうがいいか。じゃあこんな感じで余熱でじっくり中まで火を通していきます。完成するのは夜かな、まあ、夜までじゃあ我慢します。ローストビーフの方ができたと思うんで、切っていこうと思います。さあどうかな。よいしょ。薄く切るのが難しいんだけどね。どこで売ってんの？上手？どうかな？いい感じ？中が赤くて綺麗。そう？でもそこまで。ほら、あーでもいいんじゃない？ほらほらほら。ピントが合わない。ピントが合わない。ピントが合わない。あった。とりあえず切っていこうか。いいんじゃない。ほら、タレの方はこんな感じで入ってるんで、もうつけて食べるだけになります。はい、カメラの方映ってる。はい、あーお肉を使う。いいよ。いる？おいしい。もうちょっとこっち来て。あ、お肉か。冷やした方が美味しい。うまい。そう。うん、うまい。美味しい。うん、火は通ってね。じゃあローストビーフの方簡単にできるんで、家でもキャンプでもみんな作ってみてください。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。バイバーイ。